父さん、いろいろ古い車、レストアされてきたり、バイクもレストアされてきたんですが、まあ、古い車のその一番こう魅力っていうのはどんなところでしょうね。なんでしょうね。まずはエンジンかかった時のこのブルブルブルっていう、それはまあまずはレストアです、うん、それですよね、まずはね。エンジンの火が入った時の喜びっていうのは何とも言えないですが、アイドリングがブルブルブル、綺麗に効いた時、もう何とも言えない。まあ生き物、本当に生き返った感じしますよね。あと、まあ魅力って、まあ僕は古い車はシンプルさがあって、我々の手で何でもなるって、今の車はもう僕らではもう触れないから。ね、それはもうボネット開けたら手がつかないですもんね。もうそうなったら僕はもうメーカーって修理屋さんに任すしかないんですけど、昔のはなければなんか合うような部品をつけたらエンジンはかかるし、まあ原理さえ分かった火花なんかどうにでも出るんだけど、もう今のはもうコンピューターで。ですよね、その魅力はやっぱり昔のシンプルさと、ね、すぐにその言うことを聞いてくれる時とくれない時のその、はいはいはい、まあまあ元気よさ、その辺が機嫌いいなとか、その辺がもう本当に直に分かるから楽しいですね、触ってて。まあ、私もフェイスブックでですね、車はアナログだというサイトをやってるんですが、やっぱりこれだけ世の中がですね、デジタル化、コンピューター化されてきますと、やっぱりますますこのアナログで作られた車、バイク、まあ本当になんか際立ちますね。線にしろデザインにしろ人間が作ったという感じがしますもんね。まあ本当に昔のこのバイクっていうのはいろいろ細かいところに行こうって、例えば今のこういうシートのこういうものを入れたりね、今だったらプラスチックでこうやって加工してもらってるけど、ちょっとしたところにこのおしゃれさっていうのを感じたり、今もこの単車を見て僕のと違うところに、ね、こんなところに、ね、ブレーキの一つずつにニップルね、ニップル入れてグリスで定期点検するっていう、はい、こういうのこれは同じ時代だってちょっと違ったらもうこれないんですよね。もう多分2型かこれ3型だと思いますんで、うん、やっぱりもう必要ないというか、まあコストダウンの産物かもしれませんね。そうですね。そういうところにやっぱり初期のものほど、内容的には濃いものっていうか、そうですね、やっぱりまあ日本のこのメーカーのいいところでもあり悪いところでもあると思うんですけど、初期型は力入ってますもんね。本当にそう思いますね、うん、だんだんあれこんなとこ手抜いてきたかなっていう部分は感じる、感じますね、ありますよね、材質にしても最初アルミで作ってたのはメッキに変えたりとか、なんかちょっとこう部品の材質も変えていったりして、ちょっとがっかりする時もあれば、うん、まあまあいい時もあるんでしょうけど、それはありますね。まあ先ほど取材させていただきましたCR71R タイプ R あれはまあまた今走りをまた後ほど見せていただきますけど、バイクの一番こうあれですかね、手こずった大変だったってのはどの辺でしょうか。まずはですね、ドラム、前のドラムがフェンダーとか止めるものを全部ドラムにつけないと先は動かないんですね。で、もともとの商業車はフォークに、固定されたフォークにフェンダーをつけてたんだけど、まあ初期の CB92 とか、ああいうものと同じ、ドラムにフェンダーとかのステを取り付ける。だから、ダブルパネルにしないと。はい、扱わないと。はいはいはい。だからダブルパネルのブレーキを購入しても売ってあるやつっていうのはなかなか高くて買えないし。いやー、今ダブルパネルのツーリーディングとか言ったらもうね、もうメーカー一つしかないですよね。ないですね。鈴木さんが、なんかありましたね。あれぐらいですね。あとはレーサーになったらもうメーター、ギアがついてないとかね。だから自分で、ヤマハの SR のドラムですけど改良して、反対側のパネルは自作して、ダブルパネルに見えるようにして、両方とも空気インテーク入れて、まあまあレースするわけでもないんだけど、僕の場合デザイン的に好きなんで、そうやって好きなようにやってます。いや、あの辺が難しかったです。あとはそんな自分の好きなように切り張りして
でタンク作るのも、まあ僕もタンクは2つ目、まずは前に零三タンク1個作って、で今回、まあ、自分の溶接機でアルミを叩いてアルミタンクを作って、それもデザインも自分で好きなように、最初は CB92 とかの真似しようかな思ったけど、やっぱり独自性も出したいし、はいはい、ちょっと変えて、で純レーサー風にちょっと長くしたりシートを短くしたり、まあそういうところを自分で苦労したっていうか、いいですよね、力入れたんです、はいはい。なかなかまあ久保田さんがやられてるのは本当のまあレストアのまあやり方をもう一つ、そしてまたレストアをしながら自分のなんていうんですかね、衣装デザインを生かしたもの、プラスアルファしたもの、それをまあ作られていくっていうことで、非常にまあ新しい分野ですよね。まあ今までレストアしたら、まあまあレストアした中でも単車集まったらみんな綺麗な単車いっぱいあると、でもこれは違うねっていうのがあるわけですね。もう自分では追っつかないぐらいの綺麗なのがいっぱいある、うんうん、自分独自で好きな単車っていうのは、ここはこんなんがいいな、タンクはこんなん、ドラムはこんなん、フェンダーはこんなんっていう、そこで納得いくものを一回作ってみたいな思って1年かけて一つ作っていったんですけど、なんとかできるもんですよ ね。そうですか。そして今はですね、ドリーム50の、はい、ギアトレイン、そうですね、ドリーム50のエンジンを改造するんじゃなしに、まあまあ、CB50 のクランクケースをまず使いながら、まあ、CB50 と一緒の TL50 なんですけど、CR100 等っていうエンジン、はいはいはい、これがまあ市販車の中でもレーサータイプに今なって、ものすごい値打ちのあるメカニカルなホンダの力作ですけど、それと同じようにギアトレインの4バルブの 50cc、 これを狙って今シリンダーから上を作って、来年はあれ5速だから6速入れたギアミッションのケース、それから乾式クラッチは今も進めてまして、一応 CR100 とさあ性能は分かりませんけど、耐久性も分かりませんけど、一応内容的にはCR 的な方にドリーム50を超えたいなという、はい、そういう感じで。じゃあ来年はですね、またそれができました頃、きっと私の R1 もいくらか進むでしょうから、また取材に行きたいと思います。どうも今日はありがとうございました。いやどうもありがとうございました。